ベオグラード包囲戦は、オード戦争における戦闘の一つで、1717 17年7月16日から8月17日まで、現在のセルビアの首都ベオグラードにおいて、オーストリア軍とオスマン帝国軍との間で行われた包囲戦。外側でも、オーストリアの包囲軍とオスマン帝国の救援軍が衝突、激戦となった。 1716年のペーターバルダインの戦いで、プリンツオイゲン率いるオーストリア軍は、大勝利を飾り、前線基地ペーターバルダインの救援を果たしたが、主目的であるベオグラードは、ドナウ川とサバ川の合流地点にあり、両川に挟まれた都市で東と、北は、ドナウ川、西は、サバ川に阻まれているため、軍船が不足していたオーストリア軍はこの時点では、包囲できず、代わりに北上して、 トランシルバニア維新軍、バナトとティミシュアラを制圧してドナウ川北岸を平定、一旦オーストリアへ帰国した。帰国したウィゲンは、艦隊建造に着手、ガレー戦10隻を中心とする艦隊が完成、バイエルン戦帝国、マクシミリアン2世をはじめとする、新生ローマ帝国諸公から派遣された援軍を、加えて、軍隊増強に努めた。ただし、 ロシアのツァーリ・ピョートル一世からの参戦要請は彼がバルカン半島に影響を及ぼす恐れから断っている。5月14日にオイゲンはオーストリア軍10万人を率いてウィーンを出発21日にセルビアのフトグに到着すると兵隊をドナウ川に浮かべた艦隊に乗せてベオグラードへ向けて出航。6月15日にベオグラード北東のパンチェボに到着すると 沿岸のオスマン帝国軍を船からの砲撃と陸軍の上陸で追い出し、ベオグラード南方を陣地として包囲に取りかかった。補給対策として東、北のドナウ川と西のサバ川に船橋をかけてティミショアラとペーター・バルダインの連絡路を確保、同時にベオグラードの路上軍を外部から遮断した。ベオグラードは水陸双方からの砲撃を浴びたが、 守備隊長のムスタファパシャは3万の兵で必死に持ちこたえ、本国からの救援を待っていた。オスマン帝国からは大最小ハジハリルパシャが15万の大軍を連れて、ベオグラードの救援に向かい、7月28日にベオグラードに到着すると南の丘と東の高台に、夫人、それぞれの場所から砲台を設置して、包囲軍への砲撃を開始した。 オーストリア軍は2方向からの砲撃にさらされ、赤痢の流行で被害が増加して7万に減少。8月15日に軍議を開いたオイゲンは1か8かの決戦を仕掛けることを発表。1万をベオグラードの監視と包囲の継続に置き、残りの6万を引いて、夜のうちに救援軍の陣地へ進軍していった。 ベオグラードの戦いにおけるプリンツオイゲン8月16日未明、ノームの中で両軍が遭遇したことにより戦闘が始まった。オーストリア軍は左翼の騎兵部隊を丘の上に待機させ、右翼の騎兵部隊は平原に展開、中央の不評部隊は2つに分けた上で予備隊を控えさせた。オスマン帝国軍は左翼に不評とタタール人、騎兵隊を設置、右翼は家にチェリ。 中央は不評体で構成されていた。右翼は前進して敵の左翼を攻撃、中央前列の右側の部隊も引きずられる形で攻撃に移った。しかしこのために中央が左右二つに割れてしまい、敵の中央部隊に感激をつかれて分裂の危機に陥ったが、大いげが後列部隊と予備部隊を投入したため持ちこたえた。左翼は、 敵右欲の家にチェリを撃破して、丘を確保、火が昇りきりが晴れるとオイゲンは左翼に奇襲を命じた。左翼は、オスマン帝国軍を奇襲、不意をつかれた、オスマン帝国軍は、総崩れとなりく、この戦いで、オーストリア軍の損害は死傷者5000人、オスマン帝国軍は2万人に達した。ベオグラードの牢城軍は、救援軍の敗北で戦意を喪失して、 翌日の17日に降伏、兵士と城中の住民たちは退去していった。オーストリア軍は、ベオグラードと大量の弾薬、役、大砲を手に入れたが、砲撃で廃墟と化していたため再建が検討され、戦後復興に伴うドイツ人植民につながった。ベオグラードにおける勝利は、ヨーロッパ各国を強担させ、10月に帰国した、オイゲンは神聖ローマ皇帝カール6世から、 記念として探検を送られ、彼を称えた、桁カキプリンツオイゲンと題する軍歌が誕生した。以後目立った戦闘は起こらず、両国との間で和睦交渉が始まり、翌1718年7月21日に、イギリスとオランダの仲介で、パッサロビッツ条約が調印された。オーストリアは、ベオグラードを含むセルビアの北部とティミショアラを含む、ワラキアの一部と、バナトを獲得。 オーストリアの商人がオスマン帝国での商業を許されるカピチュレーションも認められ最盛期を迎えた。調印後はスペインがイタリアに出兵して4、過酷同盟戦争が起こり、オーストリアはイギリスオランダと共に新たな戦争に参戦していった。バルカン半島内で獲得した新領土には復興を掲げドイツ人植民を奨励、ベオグラードでは成功しなかったが、 ティミショアラでは、植民が成功を収め、経済発展を遂げていった。オイゲン死後の1737年に起きた、ロシア・オーストリア・トルコ戦争でベオグラードは1739年の、包囲戦で、オスマン帝国に脱回され、同年のベオグラード条約で、オスマン帝国領に戻ったが、ティミショアラは、オーストリア領に泊まり、東方における、重要拠点となっていった。クボタ、 P226P227、マッケー、P212P216。久保田、P227P229、マッケー、P216P217、マッケー、P217P221。ありがとうございます。